12月の定例記者会見を始めます。まず原田市長より挨拶をお願いします。はい、それでは早速12月の定例記者会見ということで、本日ご案内する案件が4件、申請書等の押印省略の件、それから令和2年度日田市、合同防災訓練の件、それから令和2年の日田市の出来事、それから4つ目に、日田の恩返しキャンペーンについてです。お知らせとしては、旗の光イルミネーションの開催、それから第4回の高校生北ジビエ、レシピグランプリについて、それから、男子7人制ラグビー日本代表候補の合宿の件、それから第22回の天領北ひな祭り健康マラソン、それから12月の行事予定ということで進みたいと思います。それでは早速申請書等の押印省略の件についてご問いします。総務会でございます。1ページをお願いします。申請書等の押印省略現状的な取り組みについてでございます。市では市民サービスの充実向上を図るために本年10月2日から本庁1階窓口での申請届出に伴う押印省略の取り組みを先行して実施をしています。今回はこの取り組みを全省的に拡大をいたしまして、市民のさらなる利便性の向上につなげていくというものでございます。今回市民に押印を求めている申請書をですね、全省的に洗い出しまして、押印省略の検討を行いました結果、補助金等の会計関係の書類を除きまして、12月2日の実施分29種類を含めて全体で433種類の、申請書等で押印の省略を行います。実施につきましては、12月1日からでございます。で、基本的な考えといたしまして、ここに記載してありますように、申請者の方が辞書した場合には押印省略ができるということでございます。そして、法人等の場合は、原則として記名押印が必要となっております。で、今回押印省略の対象外としている申請書は3つ挙げておりますけれども、国の法令等によりまして押印がまだ義務付けられているもの、それから監督官庁の通知等によりまして行政指導があるもの、それから契約書歴とか補助金等の会計関係書類についてはまだ今回の見直しからは対象外としております。押印省略の実施件数につきましてはそこに表がありますけれども、全体で782の種類のうち今回433種類が押印省略できる、うち89種類につきましてはすでに先行して実施されています。今後の取り組みにつきましては一番下に書いていますが、対象外とした申請書類を含めて、今後国ですとか県から発出される予定の通知ガイドライン等の方針にとってですね、随時また可能なものについては押印省略を進めていきたいというふうに思っております。別冊で、押印を省略できる様式一覧を出しております。事業名、それから書類の名称、加盟等を記載しております。で、一番右端に12月2日実施分のところに丸がある、その申請につきましてはもうすでに押印省略を実施しているということでございます。総務課から以上です。はい、続きまして、2番目防災危機管理課長からお願いいたします。はい、防災危機管理課長です。よろしくお願いします。2ページと別紙の、14ページを合わせてお願いいたします。概要としましては、大規模災害の発生に備えまして防災関係機関団体 HB 住民が一家となった、訓練を実施して行政防災関係関係機関と、災害対応能力の向上と緊密な連携を図るとともに地域住民の防災の向上と地域防災と他のものでございます。日時につきましては令和2年12月6日日曜日8時半から13時を予定しております。場所ですが、日田市役所、河津建設資材センター、これ大山にあります河津建設センター資材センター、それと、高瀬小学校と言っております。参加機関団体等ですが、北警察署、北広域消防本部、国や、消防本部や消防署、自衛隊等等でございます。参加予定者数としましては、先ほど言いました蒸気、
参加機関団体等を含みまして約300名しております。訓練の想定としましては、地震ということで、最大震度6を、記録ということで、市内で住火災が発生したとか、そういった記載の通りと内容で、想定をしております。訓練項目につきましては災害対策本部の開設と会議、人命、救助の活動、避難所の開設、受け入れ、駆け出し、それとドローンによる情報収集となっております。で、別紙の14ページが、タイムスケジュールとなっておりますので、よろしくお願いします。それと最後にですね、救助訓練で、建設資材センターで、救助訓練を行うんですけれども、救助活動の撮影の際はですね、ちょっと安全を確保したいと思いますので、ある程度一定距離を取って、撮影等をお願いしたいと思いますので、立ち入り禁止エリア等を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。続きまして3番目、地方創生推進課からお願いいたします。地方創生推進課です。よろしくお願いいたします。資料については3ページ、それから別冊の資料については16ページでございます。令和2年、日田市の出来事、令和2年中に日田市で起きた大きな出来事を選定をいたしました。まず新型コロナウイルス感染症、新型コロナウイルスの感染症は世界的な拡大を続け、今もなお多くの感染者が確認をされております。市では体制を強化するため日田市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、関係機関と連携して感染予防対策など取り組みを続けております。次です。令和2年7月豪雨災害、7月6日から降り続いた豪雨によって天ヶ瀬町、中津江村、上津江町を中心に甚大な被害をもたらしました。死者1名、負傷者4名、重火被害は250棟以上となり、河川や道路、農地などの被害も深刻化しました。そのような中、市民に迅速で確実な情報を伝達するために配布された防災ラジオが住民自らが避難を判断する上で活用をされました。次です。小野小学校災害再開、平成29年7月豪雨で通学路等に大きな被害を受け、富山中学校で授業を行っておりました小野小学校につきまして、2020年令和2年1月の3学期から小野小学校校舎で教育活動を再開しました。次です。町の交流拠点としてステイカフェエントが開業、2019年令和元年度に完成した日田駅前広場と日田駅舎2階の活用のため運営事業者の公募を行い、株式会社エントが決定をしております。エントは日田駅2階にゲストハウス、カフェ、コアワーキング機能を持った町の交流拠点としてステイカフェエントを開業しました。次です。県からの移住者数4年連続県下ナンバーワン、移住施策を活用した大分県外からの移住者数が4年連続で県下ナンバーワンとなりました。次です。 JR 日田彦山線 BRT で復旧決定、平成29年九州北部豪雨で被災し、それだから夜明けの間で不通が続いております JR 日田彦山線については彦山駅から彦島駅間を専用道区間とする BRT バス高速輸送システムで復旧することが決定しました。次です。獣肉処理施設管理組合が国産ジビエ認証制度の認証を取得、上津江町にある日田市獣肉処理施設の管理組合が農林水産省が制定した国産ジビエ認証制度の認証を取得しました。次です。日田山国道路着工式、10月18日富山中学校で日田山国道路、中津日田道路全長約50キロのうち日田市と山国町を結ぶ全長 8.8 キロこの区間の着工式が行われました。次です。新清掃センター建設予定地決定、日田市新清掃センター建設用地選定委員会において応募されました9カ所の用地についてあらゆる観点から審議し、評価結果を市長へ報告をしました。その報告を受け、市では総合的に検討を行い、
山田町応募用地を新清掃センター建設用地として決定しました。次です。進撃の巨人銅像除幕式、市民大会進撃の下マカオ町おこし会議によって進撃の巨人の主要キャラクター3人の少年期の等身大銅像が大山ダムに設置されました。除幕式には作者の伊佐山はじめさんも出席し完成を祝いました。次です。日田市市政80周年、こちらについて2つございます。まず市政80周年記念企画展、博物館で水郷下の風景、古写真から振り返る人々の思い出の場所として、市民の思い出に残る風景を古写真で振り返る写真展が開催されました。次に市政80周年記念式典、市政施行から80周年を迎え、昨日ですが11月29日に日田市市政80周年記念式典をパトリア人で開催をいたしました。以上11項目を選定をしました。この選定しました項目につきましては広報の1月1日号に同体トルで掲載を行うようにしております。以上でございます。続きまして4番について観光課長からお願いいたします。はい、観光課でございます。よろしくお願いいたします。資料の4ページそれから、一緒にお配りしておりますこちら、下の恩返しこちらのチラシの方をご覧いただきたいと思います。新型コロナウイルスや感染症それから、豪雨災害で減少しました観光客の誘客促進を図るために12月の1日から3月31日まで日田の恩返しキャンペーンを実施いたします。また合わせまして期間中に天ヶ瀬温泉おかみの会の皆様によります電動アシスト付きのレンタサイクルをスタート、それから観光協会によります日田パフェの提供をスタートいたします。本日は日田観光協会、そして日田温泉旅館組合、そして天ヶ瀬温泉おかみの会の皆様がお越しでございますので、詳しい内容についてはそれぞれご報告の方をさせていただきます。皆さんこんにちは。日田市観光協会の黒木と申します。日田の恩返しキャンペーンということで皆さん方チラシをですね配らさせてもらっておりますので、こちらに基づいてお話をさせていただきたいと思います。まず、この日田の恩返しキャンペーンが12月の1日から、スタートをします。で実際今対象施設としましては、23件ということで、参加依頼をした施設に関しましては37件ほどあったんですが、いろいろこちらの方もですねこのコロナ禍が続く中で、いろんな条件を出させてもらっております。でまず対象施設に関しましてはこのように日田、安心旅7つの宣言というのを守っていただくということを、させていただいております。まずこれが、7つございます。1つはマスク着用を、徹底するということです。それと2つ目はスタッフの体調を毎日管理する。それと3つ目、アルコール消毒液等の設置を徹底ということです。それと4つ目、消毒換気は30分に1回以上で、5つ目が、混雑を避けて余裕を持ってということでソーシャルディスタンスを保つということです。それと6つ目は 店内にこのポスターを掲示したりホームページで事前にお知らせするということです。で一番肝はですね、この7番目の月1回の循環点検で安心な環境づくりをするということを、まずこの内容をですね、守っていただく施設に関しまして、募集をさせていただいた、次第でございまして、23件の対象施設があります。で、日田の恩返しキャンペーンの内容につきましては、チラシの裏面をですね、見ていただければと思います。まず、こちらは GoTo トラベルと連動してする企画がまず最初に来ます。12月1日、明日よりですね、1月31日ということで特産品のプレゼント、これは宿泊した、先着4000名の方に、500円相当の特産品をプレゼントするというふうな、形でございます。で今現在この特産品に関しましては、各施設に確認をすると日田の地酒だったり日田のお醤油だったりですね、
トライウッドさんの次の製品だったり、あと和菓子等を皆さん方、プレゼントをするような形で、情報が、私どもに今来ているということでございます。でその次が2月の1日から3月14日ということで、これは GoTo トラベルが一応1月末までというふうに現在なっておりますので、そのアフター企画としまして、宿泊の割引クーポン、をジャラネットを活用した先着1000名、様に、宿泊割引クーポンを2500円、5000円を発行するというのが1つ。2つ目はランチクーポンをプレゼントします。宿泊した方に先着1000名、に、1000円のランチクーポンをプレゼントします。もちろんこのランチクーポンを使用できる場所もですね、日田の安心7つの宣言にそぐった施設さんを募集しようというふうに考えておる次第でございます。そして12月1日から3月14日、まあ、全体でですね行うキャンペーンとしてまず一つが体験プランの半額割引クーポンということで、私どもも日田市観光協会が行っております体験型のプランだったりクーポンがございます。これを毎月先着50組様に半額クーポンを適用しようというふうに考えています。それと2つ目日田の恩返しインスタグラムキャンペーンということで、これインスタグラムのキャンペーンなんですが、特設ページはもう明日オープンをする予定でございますが、ハッシュタグ日田の恩返しということでインスタグラムに、上げていただいた投稿をしていただいた方から、抽選でペア宿泊券を1組様、ペア、食事券を3組様、特産品を、10名様、にプレゼントするというふうな、企画が、日田の恩返しキャンペーンでございます。で、この日田の恩返しキャンペーンの中でですね、新しい商品が出ておりまして、まずは日田パフェ、という商品が出ます。ポスターはあちらのですね、あちらに今、出ておりますが、これがどういった企画なのかということでございますが、もう簡単にご説明しますと、日田産のですね、フルーツ等を使用した、冷たいスイーツを日田パフェという定義にしまして、これを提供する、喫茶店、喫茶店もしくはパフェ、カフェですね、カフェを、募集したところ、まあ、13件ほどお集まりいただきました。で別紙でですねこういう今チラシがありますが、これがマップ&クーポンみたいな形で、マップ&クーポンとして100円で販売するんですが、各店舗のいろんな特典がですね、ございます。もう100円引きだったり、テンパーオフだったりとかですね。で、これを、皆さん方に周遊していただきながら、楽しんでいただくというふうな日田パフェ企画を、一つ、スタートします。で、このマップクーポン自体は、12月の11日からですね、販売開始しまして、3月の31日まで、日田市観光案内所などで、販売をしまして、皆さん方にこの日田のパフェを楽しんでいただくという、企画になっております。で、続いてですねまた新しい商品でございますが、電動アシスト付きレンタサイクルの方を天ヶ瀬の方で、スタートしますので、ここ天ヶ瀬の神の会の会長の高瀬さんの方から、ご説明をさせていただきたいと思います。天ヶ瀬おかみの会の高瀬と申します。天ヶ瀬は地形を考えるとノーマルの自転車での移動は困難だと思いまして、電動アシスト自転車を購入しようということになり4台購入いたしました。で名前もついております。で、まあ電動アシスト自転車はその前に甘えて、天ヶ瀬は観光地と観光地の間の移動に問題がありますので、天ヶ瀬の自然文化を楽しんでもらうためには普通の自転車では観光ができないような状態になっております。坂道なんかもありますので、それで電動アシスト自転車を購入いたしました。明日12月1日からスタートいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、まちづくり推進課でございます。資料は5ページ、それから別途字の17ページのこのチラシでございます。今年で第7回目となります旗の光イルミネーションが開催されます。期間は12月の5日の土曜日から、令和3年1月10日、日曜日まででございまして、点灯時間は午後5時から、午後10時までとなっております。場所は日田市内の東有田旗にございます、旗多目的交流館です。主催の方も旗多目的交流館運営協議会というふうになっております。期間中の12月の5日、12日、13日、19日、20日にはですね、地元の食事提供のグループがございまして、仙壇というグループがございます。こちらの方が、晩ご飯のですね、販売をするということで、親子丼、それからカレー、団子汁などをですね、500円で販売することになっております。問い合わせは旗多目的交流館運営協議会というふうになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。続きまして2番目、林業振興課長からお願いいたします。はい、林業振興課です。資料6ページをお願いいたします。第4回高校生日田ジビエレシピグランプリでございます。平成29年から実施しておりまして、今回で4回目となります。市内の高校生によるオリジナリティあふれるジビエ料理を創作していただき、高校生ならではの新しい味や食べ方を考案していただき、日田ジビエの美味しさを多くの市民の方に PR するオリジナルジビエ料理大会を開催いたします。日時としては令和2年の12月19日土曜日でございます。会場を昭和学園高等学校の調理実習室で9時から開始いたします。9時から調理開始で2時間以内の調理時間です。11時に審査を行いまして、お昼過ぎの1時から13時から結果発表表彰式を行う予定でございます。参加チームについては4チームで、今回はすべて小学園の高校生になっております。本大会についてはコロナウイルス感染症の予防対策として、参加者を小学園に今限定したところで4チームの参加となっております。スケジュール等につきましては、すでに高校生4チームには11月11日に料理講習会を開催しまして、ジビエの基本的な料理の作り方、味等を学んでいただいております。今回の調理のテーマにつきましては、日田ジビエのイノシシミンチを使った料理ということでございます。それに対するレシピ等を作成して調理をしていただきます。表彰につきましては、審査を行いまして、グランプリ、準グランプリ、給食グランプリをそれぞれ1チームずつ選考いたします。参加チームのレシピにつきましてはホームページで公開いたしまして、給食グランプリを受賞した料理につきましては小中学校の給食メニューとして活用する予定でございます。またグランプリ、準グランプリにつきましても、可能な限りそういった形で活用していきたいというふうにも考えております。今年につきましては木と暮らしのフェア、毎年12月に開催しておりますが、こちらの方で毎年表彰しておりましたが、グランプリとフェアの方が中止ということで、表彰式は当日行うというふうな形になっております。詳しい資料につきましてはお手持ちの18ページからになっておりますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います。以上でございます。はい、それでは3番目と4番目につきまして、スポーツ振興課長からお願いします。はい、スポーツ振興課でございます。資料7ページをお願いいたします。男子7人制ラグビー日本代表候補の強化合宿が日田市で実施されることが決定しましたのでご報告いたします。すでに、ラグビー7人制の、男子女子の日本代表につきましては、来年の東京オリンピックの、出場が決定しております。その中で、男子7人制ラグビー日本代表候補につきましては、東京オリンピックに向けた、強化合宿を全国各地で、実施している状況でございまして、今回日田市を新たな合宿候補地として、協会関係者が、施設やホテル等の、練習環境を、視察、検討されまして、その結果、合宿をするということで、通知がございました。
市といたしましても、オリンピックに向けた市民への機運醸成と、本市の競技スポーツの振興、また宿泊による経済効果、市の認知度の向上等につながりますことから、今回の合宿の受け入れを決定したものでございます。日程につきましては、12月の15日から23日までの9日間、場所につきましては日田市の陸上競技場になっております。参加する選手につきましては大体40名ということで、男子7人制ラグビー日本代表候補およびコーチスタッフという形になっております。ただ今回新型コロナウイルスの感染対策ということで、一般の方への練習の公開については非公開と、またメディアに関係につきましては現在特定の日にちを決定してまたお知らせしますという形になっております。詳細につきましては今後分かり次第また皆様方の方にご報告の方をさせていただきたいというふうに思っております。続きまして8ページをお願いいたします。今回別紙の方で資料を付けさせていただいております。第22回の天領日田ひな祭り健康マラソン大会の実施についてでございます。第22回を迎えます本大会ですが、今年は市政80周年記念行事と、令和2年7月豪雨災害の復興支援という形で開催をいたします。新型コロナ感染、拡大防止のために定員につきましては1000名、種目につきましては、ハーフと、10キロの2種目で、実施いたします。開催日につきましては令和3年3月14日会場は日田市陸上競技場がスタートゴールになります。まず80周年記念行事の部分でゲストランナーにパリ世界陸上マラソンの銅メダリスト千葉雅子様、復興支援につきましてはロンドン五輪マラソンの6位入賞の安川電機中本健太郎さん、それと今回参加料と宿泊をセットにした宿泊エントリーパックを500泊用意しまして参加の方を受付いたします。申し込み期間につきましては宿泊付きエントリーパックが明日12月1日から10日まで、この間に同じく窓口につきましても12月1日から10日まで、基本的にはインターネット環境がない方をこちらの方で受付したいというふうに思っております。その後インターネットで12月15日から28日の間受付をする形にしております。私からは以上でございます。